元気すぎ。8時から8時20分ぐらいに高3のセブンのとこで待ち合わせです。オッケー、じゃあ7時50分ぐらいまで。俺もさ、お酒飲まなくなったからさ。飲みたくないんですよ、風邪ひいてるから。コーヒーぐらい。うまい。久しぶり。久しぶりね。もう俺のこと忘れてると思ってた。いや、もう忙しすぎましたね、ね、新学期。新学期忙しいしさ、なんかプレッシャー強かったよね。で、今学期はちょっとコロナでね。もう卒業できなくなったら死にますわ。いやー、ちょっと刺激さんの前でそれ言わないでよ。ラオパン、久しぶりです。美味しい？美味しい。僕も食べます。謝ってきたって感じ。なんか、あー、カオハンだ。いいじゃん、いいじゃん。ジャーキンパンみたいな感じ。もうな方だよ。まだまともだよ。いや、なんかこれを大学2年生で覚えてよかったなと思って。逆に、大学2年生まで遊んでた。遊んでましたね。久しぶり。元気？元気です、とりあえず。だいぶなんか疲れてるけど。これ懐かしいね。これでも変わったらしいですよ。あ、本当？もう古い教科書になったの。僕たちの青春が詰まった。血と汗と涙が。本当に。今ならだいぶもうね、ほぼわかるしね。中国語を勉強していましたね。帰りたくないの多分。餌くれると思ってんだよ多分。はい、はい、ここ。バイバイ。バイバイ。かわいいね。